サー・アルフ・ラムジーはイングランドの元サッカー選手、サッカー指導者。イングランド代表監督として1966年の FIFA フフワールドカップイングランド大会優勝に導いた人物である。ラムゼーは1920年にロンドン郊外のダゲナムで生まれた。1943年にサウサンプトン FC で選手経歴を開始した当初はインサイドフォワードとして プレーをしていたが、フルバックへとコンバートされると顕著な活躍を見せるようになり、1949年に2万1000ポンドの遺跡金でトッテナムホットスパー FC へ移籍した。トッテナムでは、アーサーロー監督の速攻を主体とした戦術に適応し、また優れたリーダーシップでチームメイトを統率し、将軍の愛称で呼ばれた。ラムゼーは、スピードはないものの、ポジショニングの良さと、 強烈なタックルを武器に活躍し、ペナルティキックを得意ともしていた。イングランド代表としては1948年12月のスイス戦でデビューを飾り、1950年の FIFA フフワールドカップブラジル大会に出場するなど、1954年に代表からシリゾクまで国際 A マッチ32試合に出場し3得点を記録した。一方で、 ブラジル大会のアメリカ合衆国戦や、1953年11月に、ロンドンウェンブリースタジアムで行われたハンガリーとの、親善試合における歴史的な敗戦にも、選手として立ち会っている。ラムゼーは1955年に現役を引退すると、すぐに指導者の道へ進み、同年にイプスウィッチタウン FC の監督に就任した。当時サンブリーグ所属し、 無名選手ばかりで構成されていた弱小クラブを就任2年目の1956から57シーズンに3部リーグ優勝に導き2部リーグ昇格。1960から61シーズンに2部リーグで優勝し1部リーグ昇格へ導くと一部昇格者年度の1961から62シーズンに1部リーグ優勝へと導いた。この手腕が認められ、 1962年に FIFA フフワールドカップチリ大会終了後にウォルター・ウィンター・ボトムの後任としてイングランド代表監督に就任した。1963年に敵地のパリで行われた1960欧州ネーションズカップフランス戦が初再敗となったがこの試合を2から5で落とし先行きが不安視された。ここから改革に着手することとなった。 この当時の代表選考に関しては、監督の意向よりも代表選考委員会の人選が優先されていたが、ラムゼイはその権限を掌握し、自ら代表選手の選考を行った。またウィンターボトムの時代には実現しなかったチームドクターの必要性を解き、帯同させるようになった。1966年の FIFA フフワールドカップ、イングランド大会ではウィングを外し中盤の 運動量を重視した4から4から2システムを採用。地元開催の重圧の中、準決勝でポルトガル、決勝で西ドイツを下し初優勝。1968年の UEFA、欧州選手権1968では3位。1970年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会ベスト8進出に導いた。しかし、1973年10月に行われた、 フィファワールドカップ、西ドイツ大会予選、ポーランドに競り負け予選敗退が決まると、責任を問われ監督を辞任した。代表監督から退いたラムゼイは、1977年に、バーミンガムシティ FC の暫定監督、1979年に、ギリシャのパナシナイコスのテクニカルディレクターを務めた。ラムゼイは1998年に、脳梗塞にかかり、 翌1999年4月28日に、イプスウィッチの病院で、アルツハイマー病により亡くなった。79歳没。彼の死後の2002年に、生前の功績が認められイングランドサッカー、電動入りを果たした。ありがとうございます。